T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。ついにクリアしました。新エンディングを見れたね。ちなみに、エクストラに追加イベントがあります。これはまた次回やっていこうかなと思いますが、今回はもう一つのエンディングを見ましょう。歪みをクリアしたら現れたゲートだよね。はい。必ずロデリックを。最後の戦いに行く前に戻っていると。オッケー。じゃあ行きますね。結界はまだ健在なはず。ほう、危ない橋を渡って正解だったな。くっ、ここは一旦引かないと。はっ、二度と逃すものか。ロデリックの消滅を確認しました。所詮は人間、私の全力を受け止められるわけがない。いろいろありましたが、結局は計画通りになりましたね。そうだな、ロデリックも倒したし、この後は封印を復元して、いや、まずはアナベルに連絡しておくか。心配しているだろうから。遮断結界が健在なので連絡するのは難しいかと。そうだったな。では遮断結界を破壊するか。お嬢様、まずは封印の復元をされてはいかがでしょうか。それもそうだな、ロデリックを倒したし、ゆっくり片付けてもいいか。あ、声がなくなってしまった。おそらくアップデートなどで追加変更されたセリフにはボイスが付けられなかったのでしょうね。そういうことか。以前のマップなのになぜスティグマや宝箱が残ってるんだろう。ほんとだね。手に入れたというマークが消えちゃってるだけかな。そっちの方が納得できるかも。まあ向かってみるか。途中に宝箱があるし確かめてみてもいいか。あ、そうか、まだ来たことないエリアなんだ。間違えてた。え、じゃあスティグマもあるの？いや、さすがにないと思いますけどね。外にはあるか？って、顔忘れてますよ。やだ。ジュラさんスタイルのパーティーですか？まあ需要はどこかにあるかもしれませんが、敵は弱いかな。思ったより全然弱いね。歪みを全部クリアするのが条件なのに、これでいいのかな。動きはただ緩慢だった気がしますけど、こっちに宝箱、あ、あるし、あるんだ。回転させないと他に何も取れません。あと、さっき取った宝箱にマークがつかないので、やはりスティグマは残ってないと予想しました。なるほどね。
あ、そうか、これはもう手に入れるものはないから。あとはラプラスに交換してもらうのが主になるかな。ポイント2ね。え、ボス戦か。何をした、かな？メス？戦うこと自体は好きなんだね。味方がないなぁ。やや不気味ですけど倒しますか。ああ、これすぐ倒せるやつだ。もう相手にならないね。ぐ、攻撃は強いな。もしかしてこっちルートのラスボスはこの狼だったかもね。うそーん。この辺をボイスありで聞いてみたかったなぁ。ほんとだね。これは…おかえり。次元の軸が少しずれたようです。誰かの運命が変わったということか。私たちのせいでしょうか。多分そうだろうな。時空間を超える歪みとつながっている転移門を利用するときに覚悟はしたが。そうですか。別に覚悟を決めたようには見えませんでしたが。何はともあれ、起きてしまったことはどうにもならない。ロデリックを倒し、レノーアの復活は阻止できた。私にとっては満足できる結果だ。それは私も否定はいたしませんが。ではこの話はここまでにして、封印を復元し遮断結界を破壊する。かしこまりました。終わった。あらら、意外に短いね。でもまだ続くかな。こちらこそです。そんなことがあったのですね。そうだ、全てが終わった後、私はこの肉体に残っているお前の魂の一部を見つけた。それで私の魂を呼び戻し、この人形に吹き込んだから、
私は生き返ったのですね。そういうことだ。本当にありがとうございます。前もって支払われた対価に比べると手間のかかるものだったが、それなりに楽しめたから気にするな。そういうわけには。そういえばアナベル様にもお礼を伝えたいです。封印が破壊されなかったのはアナベル様が迷宮結界で時間を稼いでくれたおかげでもありますから。それはいい考えだ。ちょうどアナベルもこの屋敷にいるからな。こちらにいらっしゃるのですか？ああ、ユーラルームが故郷に帰る旅路を共にしているそうだ。旅の途中でここにしばらく泊まっている。そうでしたか。早速会いに行こうか。え、今すぐですか？ああ、まだ人形の体には慣れてないだろう。慣れるまでは隣の電動車椅子を使えばいい。ありがとうございます。ウィッチとウィッチハンターが共にティータイムか。まあ悪くはないな。待って、こっちの方が新エンディングじゃない？本当だね。アナベルも助かったし。物語としては謎が残る展開ですけど、犠牲は少なく済んだのかなと。さて、冒頭でも言いましたが、実はまだエクストラ、後日談ならぬ前日談がありますので、次回からそちらを見ていこうと思います。ぜひお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。